ははいどうもこんにちは山本流星と申します、えー、モーニング娘。10期メンバー全員を占ってみるということでやっていきたいなと思います。まず質問なんですけども今この動画をご覧のあなたはハロープロファンの方でしょうか。ハロータですかふんふん。えっとですね、あのーまあ、私、私事なんですけどあの2017年ぐらいからですね、まあ、ハロープロが好きになっているんですね。なので、まあ、ちょうど10期が結構バリバリ活躍している時期で。で でなんでまあまあちゃんも好きだしクズも好きだし生バ、まあ、さんも好きだしみたいな感じで、まあ、10期は結構大好きなんですよ。であのー、でねで一応このチャンネルのでもでそので占ってるんですよ生バさん以外は。なんでなんですけどあのー、ずーっと撮り直したいなーっていう思いがあってでちょっと今回この動画を撮影してるタイミングがちょっと佐藤正樹さんの卒業の時期のな,なので、まあ、そのタイミングでちょっと改めてモー,モーニング娘。10期のメンバーは。 ちゃんとです、ね、まあえー、まあ占ってあの残しておきたいなと思ってですね今回あの撮影しようかなと思いました。ということでまあある種まあ才バージョンでもあるんですけれども、えー、まずじゃあちょっと前半はですねで、えーまあ、前編後編ともに内容は性格の特徴、まあ、今後どうなるか。 で恋愛と結婚で未来の危険な時期などな,などなどを完成鑑定して見ていきたいなと思いますじゃあ、えー、占っていきたいなと思うんですけれども、えー、まずちょっと占うにあたりましてですね私が作ったオリジナルの鑑定プログラムというのをですね、まあ、使用して占っていきます、えー、今ねこの画面に表示されているこれですねはい、ものなんですけれども、えー、これを言わないとですねあのこの画面は一体何となっちゃいますんで一応毎回言ってますあのちなみに今ね、このの動画をご覧の あなたもこの動画でやっているように同じように使うことができます。えー、概要欄にリンクがありますのでこちらクリックしていただけましたらかなり安い値段で使えますのでぜひご利用ください。あのー、自分のね人生の流れとかあの結婚とかねあとねあの家建てちゃだめな時期とかねそういうのいろいろ分かったりします。あ,のあと特に危険な時期っていうのがねよく当たるんでちょっとそこね見てほしいんですね。あのー、でまあちょっとこういうやつなんですよ。リンククリックすると、ね。 円でで、ね、使えるんですよねあの普通に占うと3000円とか円と円円かかするんですよでもあの大事なところを要はこの値段で要は安く見てもらいたいんですねこっちとしてはね <laughs> あの別に580円だから別に儲かるような値段じゃないんですよ儲けたくてやってるわけじゃなくてあの安くちょっとあのなんていうかな危険な時期とかあの自分のどんな人生なのかっていうのを、ね、視覚的に分かりやすく見てもらいたくてちょっ作ったので。 あのーまあ、自分の部分を、ね、ち,ょっとちょっと確認してもらえたら嬉しいななんて思います。と、はい、いうことでじゃあ、えー、いきましょう。でまあこれが工藤さんを占った結果なんですけどもここはまあ,あの皆さんが使う鑑定、えー、プログラム上にはこちら表示されませんあくまでもこの動画の撮影用で私が見やすいように表示させてるだけなんですけども、まあ、占うの2回目とはやっぱこれすごいですね。あ工藤はすげえなーとこう見て,見てよ改めてやっぱ思いますね。まあ、ちょっとじゃあ ままとめたのを表示させます奏、まあ、者目って言うんですけど、えーまあ、ビジネスセンスが高くて、まあ、お金管理が得意で気が強くて我が強いで頑固で知的な勝負師でいわゆるこれが奏、まあ、者目と呼ばれる人の、まあ、特徴ですね、まあ、ウォーレン・バフェットさんだったりとか福山雅治さんとかですね、まあ、全体的に見てあの男性的な要素が多いんですねで中心に来るのが、まあ、もう姉御肌というかあのー、まあ なんだろうな男の人のの人要素ななんですよ中心なのが、ね、でそういうタイプの人っていうのは、まあ、姉御肌で面倒見がいいで競争心や反発心っていうのが強い、えー、性格はもうなんか男性的なんでもあっさりしてるというかもうさっぱりしててもう根に持たないでもうごちゃごちゃ考える間にはもうとにかく行動するで、えー、基本前向きで明るい自由人ですあの奏者目の特徴でもありますねでやはりその面白いのがですねあのそういう男性的な要素もあるんですけども えー、工藤さんの場合は加えてその多くのハロプロメンバーが持ってるその人気者アイドルの要素も合わせて持ってるっていうのがやっぱあるんですよねだからそこがやっぱさすがだなというか本当に人気メンバーのならではなんだなというかっていうのをなんか占ってて思いましたね。えー、と表現と仕事の要素がやっぱ強いんですよで、えー、人情化でもう見た目が良くてもう異性にモテモテなんですけどもしかしですね、まあ、この え仕事のよく要素なんですけども何だろうな異性問題が起きやすいんですねこれあのすごくよく言われてることなんですけどえ観察混雑っていうんですけどこれはですねあのまあ困難を次々と乗り,乗り越える行動力とタフさを併せ持った仕事の要素なんですけどもで成功者にも持ってる人多いんですよあの福山雅治さんとかねなんですけど異性問題が起きやすいって言われててえーあと誰だろうな分かりやすい人で言うとあの ゴールデンボンボバあのー、そうなんですえー、っとね持ってる人やっぱ成功してる人で持ってる人は多いんですよ、あのー、観察混雑でもね、えー、観察混雑っていうのはもうすごくもう定番でよく言われてるのが、ね、結婚離婚を繰り返しやすいって言われてるんですねやっぱり今までうなずいてきたもそういう人多かったです はい、個人的に見てもねでプラス、えー、工藤さんはですね日中殺人っていうのを持ってるんですよでこれは何かっていうと夫婦関係で揉めやすいという要素なんですねなのでちょっとあの何、ー、だろうな仕事のすごいできる優秀な方なんですよなんだけどその家庭とか結婚面に関してはちょっと、あのー、何かまあ問題が起きやすいなっていうのがまあまあすごく古典的な鑑定方法ではあるんですけど、はい、っていうのがまあ占った結果ですねはい じゃあちょっと中身を見てい,きます、えー、いやーもうすごいですね <laughs> もうアイドル性が色気がすごいですはいえっ、ー、ともう心が広くて美形の人が多いですねはいなんだろうリーダー向きだし前向きで明るい自信自信家ですねうん周囲からの信頼も厚いとはいうんそうですね情熱もあるしビジネスの才能もあるしとはいうん 上と衝突しやすいアウトローで行動的ですねはい細かいことはあんま得意じゃないというかあのねうんとねどっちかっていうとスポーツ系が得意な人に多いかな運動神経の高い人とかかなあでも人によるかなこれがここにあるってことはうん何だろうスポーツ知ってた昔やってましたみたいな人が結構あの野球とかねあのなゴールデンボンバーのダルビッシュさんとかねああいう野球とか何かスポーツかな やってた人が結構多い感じかな今まで群なった中でははいでえー、そうああ姉御肌でもうすごい面倒見のいい人でしょうねはいという感じで見た目があといいですねクルゥはねっていうのが出てますカリスマ性と実力これもうみんなハロプロメンバー持ってる人多いですね、はい、人を引きつけるアイドルや美しいタレントに多いと女性や美人とうんやっぱ美女美女とこうほらほらここ,ここにも書いてある 人を引きつけるとはいもうアイドル性抜群ですねなんですけどもこういう「配偶者とととのの不和かこういういがちょっと出てますね、うん、行動が極端気象が激しく衝突多い他の人に起きないようなことが起きてる」とか「配偶者をいじめてしまう」とか「家族さん関連のいさかい」とかちょっとまあその仕事はいいんですけども家庭面でちょっと不,あの不安があるなっていうのが、まあ、占った結果でしかないんですけどこういうのをね。 はい、一応占った結果だと出てますで、えー、まあ恋愛と結婚見ましょうかうんそうだなうんそうだなはいはいはいかなうんモテ期はとかこの異性と出会,い出会いが多いのはこの年ですねで結婚に向かない年これね皆さん自分の見てほしいんですけどここがね よ、あのー、よく当たるんですよねここ,ここで結婚しないでくださいねあの皆さん自分の見るときはあもちろん相手も相手と自分が被っちゃダメですよあのあああ相手もののも見てほしいんですよでそこをなるべく被らないようなと年を選ぶといいです、はい、ですねあと危険な時期はうん工藤さんはもう2020年23年よくないですねうん っていう感じで怪我しやすい年で病みやすい時期でまあここ結婚してたりとかカップルだったりとかはまあ揉めやす分かりやすかったりする時期ですねここねはい人間関係揉めやすい時期で晩年ダメなちょっとあの危険な時期とかで人生の流れうんそのやっぱモーニング娘。時代がやっぱすごい強かったんでしょうね うん、24歳以降がヒューンと落ちてくるんですよね。こっから弱いんですよね。徐々に上がっていく。何かもしかして試練があるのかもしれませんね。ま、まあもともと強い強かったと思うんだけどもともと強いからまあ、まあうん、まあちょうどいいのかもしれないですけどモーニング娘。自体はとにかくやっぱ強かったですね。はい、で、えー、ラッキーカラー、まあ、これはまあオレンジじゃないんですね。黒系なんですよね。ああのー、なんだろう、まあ、そういうまそい ななんていのかな、まあ、よく朝の情報番組でやってるようなああいうあの軽い「あなたの今日のラッキーカラーは」みたいなやつじゃなくてです、ね、これちゃんとしたあの、えー、何百年とあるような占い方法でやってるラッキーカラーなのであの自分の色をんていうか自分を強める色っていうのは、えー、自分の心とか体を強める色でもあるのでこの工藤さんの場合だと黒とかグレー系の色を身,身につけると、えー、健康になったりとか元気になったりします。 でまあ、これが1年ごと占ったものなんですけども、えー、事前にちょっとまとまままめてます、えーまあ今後についてなんですけども2013年から22年までは人生のピーク期ですねまあ、さっきの人生の流れ見てもらったとうなモーニング娘。自体がもうねピークというか、えー、もうエネルギー全開の時期だったんですよね。ももうここ自信満々もう えー、頂点孤立完成支配強気を意味する時期だったんですねで、まあ今後上がってくるのはもう、えー、やっぱ晩年になってくるんですけどももともと強いエネルギーの持ち主なので困難なことも努力して乗り越えるのかなとは思いますね、えー、2024年26年27年29年などはまあ仕事も恋愛もいい年ですはいという感じでちょっとね2022年と23年で何かここで大きな出来事が あるんじゃなないいかなっていう気がしますねちょっと怖いんですけど結婚かなんでもここで結婚するとまずいなここでなんかあるんかなって22年23年ちょっとわからないですね、えー、ちなみになんですけどもマ、えー、まあ、ちゃんとの相性はですねあんまり良くないんですね で距離が近くなるほどお互いに傷つけ合うような関係になりやすいんですね。なのでまあほどほどな関係が良さそうかなとは思います。で工藤さんと生久保さんはねいいですね。はいまあくまでも占った結果でしかないんですけどね。はい、ということで、えー、工藤遥さんを占ってみたでした。次は佐藤ささんですすすね、えー、じゃあちょっとまととまままめたのを表示させます、まあ、天井下と言います で、ドナルド、トランプさんなどがそうなんですけども、も、えー、強運の持ち主で、えー、追い詰められても救死に一生を得る。男性の場合、横兵で態度が大きく、他人の言うことを聞かない、えー、女子供に偉そうにすると言われるのがまあ、天井下ですね、えー、天井下はね。ちょっと特殊なんですよ。あのー、まあ、様々な要因が絡むのでいいか悪いかに関してはもう個人的には？ 人によるかなと思うんですけど天井画がまあいかに特殊かっていうのをちょっと、まあ、前にもね佐藤さんを占うっていう動画を作った時もね触れてはいるんですけど、えーまあ、2, 2チャンネルとか5チャンネルでねこういうのがあるんですよ。えー、これはまあ天井画っていうのをまあ土のとのみっていうんですけど土の,ひの羊。えー、まあちょっと、まあ、中身結構ねまあ,あの僕が今まで過去占ったことが あるその天井下の人の特徴とまあまあ結構実はねわかるなと思うとか実は結構あったりしますねそれぐらい、あのー、ちょっと癖の強い人がまあ多いんですよねこの天井下っていうのはねでまあ全体で見るとまあ画の,の強さを表す要素が強くてその、まあ、これだとまあわがままで自己中心的になるんですねこれが多いと。で、えー、名式っていうんですけどまあ占った結果なんですけどの、まあ、バランスがちょっとね極端で あまりいいとは言えないですね。で、まあ、天井下でもあるので、まあ、例えば。その会社など組織にいると。周囲から煙たがられるような、まあ、癖が強くて、周囲を疲弊させるような。存在になりがちなんですけれども。でもですね。しかし、これは個性が勝負の芸能の世界では。あの、いいのかなとは、あの、個人的には思いますね。あの、あ、あくまでも、これは、あの、占った結果を言っているだけで、実際はどうかは分からないですけどね。あの、現実は分からないですけど。で、ええー。 で持ってるエネルギーがま基、あ、地でも今でもですね。まあ、要は使い方次第なんですよ。なので、マーチャん自身はもうキャラクターもそうだし、パフォーマンスでもですね。多くの人に支持されてるし、本当に魅力的な人だなと僕も思うので、うまくその要は自分の才能を使えてるなとは思うんですよ。なので、まあこれでもう個人的にはあのいいのかな？というか、あの本当に芸能の世界でもうバッチリハマったんでしょうね。持ってるものが普通に会社員とかやってたら絶対に多分なんか。 あの大変なことになってたかもしれないけどあの自分が生きる場所で今入れ,入れ,入れてるっていうことでなのでまあその要は何て言うかな多分他の人に占い師さんが見たら多分「今日だろう」っていう風にに「吉」か「今かで言うと「今日」っていう風に多分鑑定するかもしれないですけど自分のエネルギーを使えてるんで僕は「吉」だと思うんですよね。はい、で、えー、自我の強さを表す要素が多いんですけどもこういう人はですねやっぱり困難が 多くあるんですけども、えー、同時に努力して、えー、なだろうな自分を磨いていくっていう人が結構多かったりしますね。あとはあのーまあ、佐藤さんうらって気になったのはやっぱ怪我しやすいっていうのとあと日中殺人なので苦渋、まあ、と一緒ですねあの夫婦関係でもみやすい。で、えー、あと、まあ、いい家庭の育ちっていうのが出てるのと、えー、相続するとか兄弟がいるとかあと家を出るっていうのが、まああのー、出てますね。はい、で、えーまあ、卒業に関してちょっと先に言っておくと。 えー、2021年の卒業はですねあのまあっていうかそもそも2021年時代は本当にもう最悪の年なんですよトラブルとか衝突とかあと京ごとが多くてですね天は味方しない年なんですねであのーまあ、占,占ってて思ったのは本当あつらかっただろうなっていうか、うん、辛い時期だったんだろうなっていうのはもう見てて思いましたただ体調面も含めて2022年からですね良くなってくるんですよねもうそういうい あの悪いフラグがないんですよなのでまあこれから大丈夫なんじゃないかなと思うんですね。で2021年はですね、まあ、これまでにないくらい最悪の1年だったけれども人生の長いスパンで見るとまだまだ強い時期は続くので麻雀炭の皆さんはですねもう安心していいかなと思うんですよ。でまあ占ってみてごめんなさいねちょっと長いけどで占ってみてそのやっぱり集団よりも明らかにそろ向きなタイプなので。 あのー、今後が非常に楽しみな人かなと思いました移動の多い人生とも出ているのであのこれはツアーなどで移動が多いということなのかなと思います、えー、卒業後の進路,はあ進路は分かりませんが引き続き全国ツアーなどを行うことを意味していたとしたら、まあ、楽しみですねとでまー、あ、ちゃんはまだまだ絶好調パワーはみなぎっています、えー、じゃあちょっと中身を見ていきたいなと思いますやっぱここ怪我しやすさですね気になるの この辺かなうん病気交通事故けが手術なんじうんちょっとここ,こがなあとやっぱ異性トラブルであったりとか配偶者との不和ですねうん他,他の人に起きないようなことが起きたりしますねうんかなパワーが強すぎるし揉めやすいかもしれないね、うんでえーじゃ 危険なな年がここなんですよねやっぱり2021年よくないんですよねここはほらねうん何て言うかな今日,今日なんですよやっぱりうんまあし,しょうがないですよねこればっかりはもうちょっとしょうがないかなとは思うんですよね。はい、人生の流れもう若いうちから強くて晩年に行くに従ってこう。 落ちてあの緩やかになってくるとだからもう人生の活動期間中はねめちゃくちゃ強いんですよもうまだまだあのバリバリあの活動できるんであのー、ファンの人からしたらこれはすごいありがたいというかもうまー、あ、ちゃんま,まだまだこれからどん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 イケイケなんですねララッキーカラーカはえっ、ーねはいえー、とそうだな 1>, 1年ごとにこれを占ったものなんですけどもやっぱり2021年うーん、まあ、2019年も実はそうなんですけどもこの3年間ちょっと良くなかったんですよねつらかったんですけども2022年からもう良くなってきますここからもうだいぶなんかこうなんだろうないい感じで進むんじゃないですかねうん2025年こうもう定期だったり、はい、今期だったりしますね。はい、という感じでちょっと、まあ他にもまとめたのがあって。 えー、結婚恋愛結婚について、えー、まあロマンチスト理想に反した配偶者を得るまた結婚後それに気づくとまあ結果往来のケースもありますあのー、要はですね何、えー、て言うんだろうな自分が好き,で好きでも最初好きでもなかったけど後々結婚したら、あのー、その良さに気づいてあこの人と結婚してよかったななんて思うケースの人がいたりするんですよね。でそれがなのでまあそういういい場合もあるし逆に。 あのー、これちょっと名前出して <laughs> あれなんだけど船越英一郎さんみたいにあ,の結婚してあれ思ってたと違っっったたなっていうパターンもあありします、はいえー、あとね今後、まあ、人生の流れとしてはもともと強運の持ち主ではあるんだけども人生の流れとしては、まあ、強い流れにあってそれは晩年になるまで落ち着くことはないと。でえー、まあ、ちゃはですねもういろんな才能がある人なのでもうやりたいことをやって表現していくというのがまー麻雀にとってとても いい、えー、いい人生の歩み方なななんじゃないかなと占って,て思いました、えー、今後が非常に非常に楽しみな人だなと思います。ということで、えー、佐藤正樹さんを占ってみましたこのような感じで皆さんもあの自分の人生の流れとか、えー、結婚したらアウトの時期とかねいろいろ分かったりするので鑑定、えー、プログラム、えー、よかったら使ってみてください。はいということで、えー「モーニング娘。10期メンバー全員を占ってみる」の前編をお送りしましたありがとうございました。